ホンダ CBR ホンダ CBR600 回 CBR600 回はホンダ技研工業がかつて製造販売したオートバイである F コンセプトと名打ちツーリングマッチ乗りサーキット走行までこなせるオールラウンドスポーツとして1987年にヨーロッパ北米向け輸出専用車として発売された排気量 600cc クラスのモデルである 1992年には日本国内向け仕様も販売開始されたが2003年に日本国内での販売終了。再び輸出専用モデルとなったが2007年に生産終了。しかし2011年には PC41 型 CB600 開放熱と基本コンポーネンツを共用する姉妹車として再発されたが2014年に 実質的な光景となる RC83 型 CBR650 回 CB650 回へフルモデルチェンジされ生産終了した。PC19 型 CBR600 回1987年に発売開始された初代モデル。日本国内での正規販売はない輸出専用モデルである。また北米向け仕様はハリケーンのペットネームが付帯する。 NC23 型 CBR400R のフレームに内径 X 工程イコール63.048.0圧縮比11.0排気量 599cc の水冷4ストローク4気筒 DOHC エンジンを搭載する。車体はベースモデル同様にフルカウルを装着するがコストカットの観点からフレームはアルミニウム合金からスチール製へ。 カムシャフト伝達機構は、カムギアトレーンからチェーンへ変更された。1989年から1991年モデルで、海外向け輸出専用仕様。主に搭載エンジン変更に伴う、形式変更であり、排気量 599cc に変更はないものの、内径 X 工程イコール65.045.2、圧縮比11.5となり、 スペック的にも最高出力が 85PS93PS へ向上した。PC25 型 CBR600 回2992年から製造されたモデル。海外向け輸出仕様は CBR600 回2の社名で販売。日本国内向け仕様は CBR600 回の社名で同年6月30日から発売することが同月29日に発表された。 最高出力は海外向け輸出仕様が 100PS となるところ、日本国内向け仕様では自動車馬力規制のため 69PS、11000RPM となる。なお、日本国内向け仕様は以下のスケジュールでマイナーチェンジを実施した。カラーリングサスペンションセッティング変更。ラムエアインテークを装備する変更。海外向け輸出仕様は社名を。 CBR600K3 に変更し、最高出力が 105PS へ向上した。PC35 型 CBR600K4 に I1999 年から販売されたモデル。PC25 型からは以下の変更を実施した。社名は海外向け輸出仕様が CBR600K4 へ変更されたが、日本国内向け仕様は引き続き CBR600K の まま1999年4月22日発表、同月23日発売。さらに2000年1月12日発表、同月13日発売で、カラーリング変更のマイナーチェンジを実施した。2001年には、燃料供給を、従来のキャブレターから PGM5 電子式、燃料噴射装置への変更を実施。社名を、 海外向け輸出仕様も含め CBR600 回 4I に統一し、日本国内向け仕様は同年3月16日から発売されることが同月15日に発表された。なお、日本国内向け仕様は海外向け輸出仕様と比較すると以下の相違点がある。日本国内向け仕様は2003年に生産終了となったが、海外向け輸出仕様は2007年まで製造された。 2011年からイタリア現地法人のホンダイタリアインダストリアーレが製造したヨーロッパ向け専用モデルである。2007年から製造されていた PC41 型 CB600 開放熱にカウルを装着し多くの部品を共用していることから形式名 PC40 型 CBR600RR 用 PC40E 型にスロットルボア変更などで 中低速重視のトルク特性へ変更した、スペックヨーロッパうちの排出が好き性適合なども共通である。また本モデルでは、ABS の有無を選択でき、ABS 仕様は、車重 211kg、3ポットキャリパー、レス仕様は、車重 206kg、2ポットキャリパーとされた。2014年に、実質的な後継となる RC83 型、 CBR650 回 CB650 回へフルモデルチェンジされ生産終了。ありがとうございます。